早速作っていきましょう。鮭切り身2枚ペーパーなどで水気を取ります。少量の塩を振りかけます。なじませます。このまま10分ほど放置します。玉ねぎ1/2個、幅1センチくらいの薄切りにします。炒めやすいようにほぐしておきます。しめじ1個、石突きを切り取って丁寧にほぐしておきます。ペーパーなどで水気を取ります。小麦粉大さじ1くらい表裏にまぶします。軽くはたいておきます。ふじり 90g、 袋表示の通り茹でます。オリーブ油適量、バター 10g。 バターが溶けたら酒を皮目を下にして炒めます。両面をこんがりと炒めます。反対側も炒めます。一旦取り出しておきます。軽く油を拭き取って、油を引いて熱くなったら玉ねぎを炒めます。しんなりするまで炒めます。ベーコンスライス2枚一口大に切ったもの、焼き色がつくまで炒めます。ベーコンを取り出します。しめじを炒めます。しんなりするまで炒めます。塩コショウ適量、なじませます。白ワインまたは酒大さじ2、生クリーム 100cc、 ホイップだと200円前後のものがいいです。プレーンヨーグルト大さじ2、混ぜ合わせます。煮立ったら塩などで味を整えます。酒を戻し入れます。優しくソースと絡めます。器に盛り付けます。パセリまたは乾燥パセリ適量、